じゃあ、お願いします。お願いします。じゃあ最初に、まあ、軽く、なんで俺がこれをやろうかみたいなのを軽く説明しますね。まあ、俺は今4年目、オーストラリアで4年目なんだけど、実際にこれから海外とかサッカーやろうかなと思ってる人が、現地の情報ってやっぱ重要だと思うんだよね、準備する上で。だから、僕たちに、実際に体験した人にインタビューして、まあ、契約の話とか、契約までの流れとか、まあ、その国の生活とか、雰囲気とか、まあ、サッカーのレベルとか、まあ、何でも、もう全部聞こうと思ってるから、で、それを発信できたら、すごいいい準備ができて、チャレンジできるのかなとか、イメージしやすいのかなっていうふうに思ったから、こういうことをやろうと思って、今回、ふとしに、お願いしたんだよね。光栄です。お願いします。で、まあ、俺とふとしの関係を最初に言うと、まあ、ふとし2年間オーストラリアでサッカーやってて、まあ、そこに来てから知り合って、まあ、結構仲良く、ご飯も食べに行ったし、まあ、練習もしたし、まあ、試合もお互い戦ったし、1年目からね。まあ、そういう関係で、まあ、結構仲良くて、まあでも、こう、しっかりいろんなことを聞いていきたいなっていうふうに思います。お願いします。軽く自己紹介と経歴というか、お願いします。経歴は栃木県出身で、で、高校は真岡高校っていう、まあ県でベスト4には毎回入るぐらいの高校に行って、で、大学は筑波大学で4年間部活して、で、その後、オーストラリアで、2シーズンか。だから約1年半ぐらいオーストラリアのシドニーでプレーして、で、今、日本に帰ってきて就活を終えて、で、地元栃木のアマチュアのクラブで選手兼、まあ、営業みたいな形で、まあ、生きてます。まあ、そんな不投資がなんでまずオーストラリアというか、まあ、まずその前に海外になんで挑戦しようと思ったのか、それでまあなんでオーストラリアを選んだのかっていうのをちょっと聞きたいですね。そうですね。まあ、大学4年に上がるタイミングで、J2 以上のクラブから声かけとか、まあ、そこにチャンスがなかったら、まあ、海外行きたいなと思ってて、その理由の一つに、まず、バンドキャリアとして、やっぱ英語の習得っていうところの目的があって、で、なんだろうな。まあ、あとはその大学時代に留学生とこう接する機会が多くて、それで、まあ、より自分の視野を広げた上で、こう自分のちゃんとした意見を持てるようになりたいって思ったのがきっかけで、まあ、海外に行きたいって思いましたね。なるほどね。まあ、英語と、で、まあ、それからセカンドキャリアを見据えてってのと、あとは、まあ、自分の視野を広げるっていうところ。そうですね。その大きくその2つそうでだね。海外。なるほどね。で、まあ、なんで、こう、オーストラリア、まあ、英語圏っていうのはもちろんあると思うんだけど、オーストラリアに決めた理由みたいな。まあ、まず流れから言うと、一番最初に行きたかったのはアメリカで、その理由は、まあ、さっき言った英語圏と、あとは日本人が全然いないようなところに行きたかったから、アメリカにトライアウトを受けに行ったんだけど、まあ、それがうまくいかなくて、結局、自分のおじさんがたまたまシドニーにいたので、それで、ある程度安心感というか、まあ、最初住む場所と変わったから、英語圏で、なおかつ、まあ、そういう条件があったため、シドニーにしました。なるほどね。アメリカ行きたかったけど、まあアメリカでまあうまくいかなくて、まあ次どうかって考えたら、まあ、そう。オーストラリアが英語とかサッカーとか、まあいろいろ考えたらベストだったっていう。そう、まあ、あとは、オーストラリアの場合は、なんだろう。例えば日本でサッカーするよりも、オーストラリアでやった方が、多分、お金とか、給料面でいいし、そうだね、正直ね。生活もできるっていうのを知れたから、選んだっていうのはある。まあ、ふとし、
エージェント、まあ俺知ってるんだけど、エージェント使ってないんだよね、オーストラリアに来た時に。そうですね。で、まあ使わなかった理由と、あと、うん、実際にそう、トライアルに行ったと、どうやって行ったかとか、うん、っていうのを教えてほしいな。使わなかった理由は、まずそのアメリカの時に、まあ結構お金もかかったから、うん、金銭的な面ってのもあるし、うんうんうん、まあ、あとは、勢いでオーストラリアに行こうって決めたところもあったから、うん、まあ時間的な面も考えても自分でやるしかないかなと思って、で、自分、その大学の友達で英語をよくできる人がいたから、うん、その人に俺の履歴書とか、なんかメールの仕方とか、まあ教えてもらって、で、俺のプレイビデオと、あと履歴書を載せたものを、こう NPL1、2と、あとイラオラリーグのチームにとりあえず送って、うん、で、結局、練習参加のアポイントメント取れたのは、イラオラリーグの何チームか、3チームぐらいで、で、それでオーストラリア来て、うん、あ、NPL1、2はどこも、なかったなかった。なかったんだ、へぇ。うん2は多分そんなに全部は送ってない。半数ぐらい。で、落ち着いて、あ、じゃあイラワラ行くかと思ったんだけど、たまたまなんかそのアメリカ行った時に一緒に行った日本人の人が、なんか、この人アタックするといい、聞いてみるといいかもみたいな人が、うん、その NPL2 のライダルミア、うん、その俺が 1年目に所属してたクラブの監督、もう Facebook のアカウントを教えてくれて、で、その人にまあメッセンジャーで同じようにプレイビデオとメッセージを送ったら、明日来れるみたいな。うん、明日か、まあそんぐらいに来れるって言われて。だっけ？え？監督って言ったっけ今？その。そう。監督。うん。トニーバシャって言うんだけど。うん。あ、トニーね。トニーに、とりあえず、今夜か明日、なんか飯行こうみたいな、うん、なって、で、その飯の場で、プレイビデオめっちゃいいから、しかも英語も結構、他の日本人と比べたら話せるし、うん、今一人日本人練習さんが来てるんだけど、正直、あまり感触良くないから、みたいな感じで言われて、で、次の日の練習参加良かったら、もうそこでサインするからって言われて、うん、で、次の日練習行って、でも帰りにちょっと来いって言われてサインした感じだね。なるほどね。今まで チームにパー送ったけどやっぱダメだったのを直接もう監督個人のアカウントにアタックして、うんうん、でまあ連絡もらえてみたいな感じか。そうだね。なるほどね。まあ実際はあとはもう、まあ、プレイビデオを見てもらったとしても練習参加でねダメだったらダメだろうしね。うん。そっからは、まあ、でもほぼほぼその時はね、大して練習もしてないから、プレイビデオと、ほぼほぼ、なんか、あった感触で多分、決めてたと思う。まあ、その、それも、あの、ウィンドウが閉まる、本当に3日前ぐらいだったから、あっちも決めざるを得なかった。じゃあ、多分ここ結構みんな知りたがってるとこなんだけど、うん。その1年目の契約内容とかって、俺も話したことないと思うんだけど、ちょっと。言っちゃうの？言える？一年目はね。うん。勝ち、三。うん。勝ち三？勝ち三。引き分け二五。勝ち三。負け二。二五。負け二。うん。ああ、なるほどね。まあでも、なんか NPL2 っていうリーグでさ、まあトライアルして売り込んでだから、うん割と。いや、そこは言えなかったよ。無理無理。俺的には多分、なんか、普通だと思う。うん。いや、無理だよ。うん。こんなもんだと思う。だと思うよ。なんか、わかんない。実際に俺みんなの、なんか、その2の人のやつとか聞いてないけど、うん。正直、そんなもん。初年度で2だったらそんなもんだと思う。まあ、ここでちょっと付け加えて、で、ふとし2年目もさ、はい、うん。移籍してるわけじゃんね。
その時の流れ、契約までの流れみたいなのとか教えてほしい。契約までの流れは、1年目終わって。1年目終わって、で、まあ、チームどうしようかなって考えてる時に、うん、その2年目の、オファー2年目に行くことになったクラブの監督から、うん、なんかオファーもらって、電話が来たの。いきなり電話来たの。なんかね、Facebook?、ね、いや、電話、誰かを通じて、番号を入手したみたいな感じで電話もらって、で、まあ、いついつクラブハウスで来れるみたいになって、うん、でも、その時に、いきなりもう契約条件出されて、うん、で、もう今決めてほしいみたいなこと言われて、うん、もう決めちゃったって感じ。その時の、じゃあ、内容とか言える?言うの。6。倍だね、倍。あ、倍、勝ちで6。うん。6、4、5、4かな ?6、5、4。6、4、5、4かな?ああ。じゃあ、約倍になったって感じだね。うん、そう。でも、オーストラリアのさ、何?給料って、試合のある約20何週だ?その時は26週か。うん。26週間しか基本出ない。試合ファイナル行けばそれって感じ。うん。まあ試合の、試合でいくらみたいな感じだもんね。そうそうそう。試合で勝ったらいくら、負けたらいくらみたいな。うん。そうだね。まあオーストラリアの、その自分がプレイした NPL2 のサッカーのレベルっていう面で、うん、じゃあ話してもらおうかな。両方とも NPL2 だったと思うから。ああ、そうだ。レベルは、間違いなく、その俺がやってきた関東大学サッカーリーグ一部と比べたら、うん、とかと比べたら落ちるね、チームとしての、うん、だからもし筑波とその俺らがいたチームが対戦したら絶対負けると思うし、うん、まあね、確かに筑波が勝つと思うよ、間違いなく、うん、まあ、とはいえ個人で外国人選手として、うん、この中で、まあ、生きていくのは意外結構難しいのかなっていうのはあるね、まあ、チームのレベルはそこまで、チーム力っていうのは多分ないけど、なんか、個人として求められることは、結構ハードル高いのかなって。確かに、それは間違いないんだ。サッカースタイルの違いみたいなのとか、ああ。多分めっちゃあると思うんだよね。うん。その辺とか。2年目のチームは、結構、緻密で、な監督で、うん、まあ、戦術とか守備も攻撃もすごいきめ細かくやるタイプだったから、どちらかというと日本人っぽいなって感じな印象で、うん、でも1年目はもうなんかバトルだみたいな、まあ、フィジカルだみたいな、そうだね、フィジカルとか戦えっていう、そうだね、オーストラリアって基本そのフィジカルだっていう意識の方がちょっと強いよね。そうだね、監督によっては本当に戦術しっかりやるところもあるしね、まあ、それはチームによるよね、他のオーストラリアをステップアップにして他の国に行くとか、うん、日本で J になる、 J2 とか、まあ分かんないけどプロになるみたいな考えはあんまなかった。いやー、多分オーストラリアって選択した時点でそこはあんまり考えてなかったのかなって思うけど、うん、まあ確かに、どっちかって言ったらもうセカンドキャリア、英語とかを意識してセカンドキャリアとかこれから自分がどういうことしていこうみたいなのを考えて、うん、そうだね、そっちにのマインドが強くなった感じだよね。そうだね、うん、なるほどね。まあでも実際この2シーズンでサッカーの実力も上がってだって自分の中では思ってるから、うんうん、なんだろう、一概にそのオーストラリアが上目指せないっていうわけではないと。まあ確かにね、それは間違いない。ちょっとサッカーから離れて、はい、
サッカー以外のこの生活の面のこととか聞いてみます。じゃあ、住まい。住まい。どういうことに住んでた？一番最初はまあそのおじさんの家に1週間ぐらいお世話になって、うん、で、2回目は、もうに俺とりあえず日本人と関わりたくなかったから。うん、言ってたもんね、最初に。そのローカルの、なんだっけ、ガムツリーみたいな、ガムツリーだよ。うん。で、こう探して、で、ルームシェアしてたね。まあ、いろんな、なんか、マレーシアとか、東南アジア系の人と。なるほどね。ルームシェア。まあ、シェアハウスで、しかも部屋も一緒なんだよね。寝るとこも一緒。そうそうそう。二人部屋みたいな。三人部屋みたいな。そうそうそう。二人だった。で、外人と一緒に生活してたって感じか。主には。で、まあそこから徐々にこうお金が貯まってきたら一人になったり。うん。あ、基本そうだよね、オーストラリアって。うん。日本みたいに一人で家、ないね。一室借りて、うん。一つ借りて住むってなったらもうめちゃめちゃ高いしね。うん。無理だね、それは。もしもし。もしもし。なんかさ、アパートとかじゃないよね。そう。なんか、一軒家の一室を借りるとかさ。そうそうそう。アパートの一室を借りて、そこにもう一人いるとかね。確かに。そういう感じだったね。確かに。うん。だから日本とは全然違うね。うん、なんか。そういうのが、うん。誰かしらいるっていう感じ。うん。好きな人っていいけどさ、本当にプライベートを大事にしたい人とかは、まあ、ストレスになる可能性はあるよね。多いのあれでしょ。まあ、そうしたらまあオンルームっつって自分の部屋だけのやつを借りて、まあそこで一人の時間作れるからね。うん。まあでもトイレとか、まあなんかキッチンとか冷蔵庫とかまあ共有になっちゃうから、その辺のまあ住む人も大事だしね。運だよね、その辺は。うん、その辺は運もあるね。そうだね。じゃあサッカーで、まあ、さっきいくらもらってたみたいな話だったけど、うん、それだけじゃ結構生活しんどいと思うんだよね。うん。で、それ以外の収入源とかって、どういうことしてた？サッカー以外の仕事。そうだね。1年目は、まあ、さっき言ったように、こう、日本人がいるところでは絶対働きたくないと思ってて、うん、サッカーだけじゃ、生活できなかったから、特に1年目は。うん。だから、バイトをしてたね。結果から言うと、なんか韓国人がいっぱいいる日本食レストランで働いてたんだけど、で、日本人、ね、俺だけっていう。うん。みんな韓国語か英語。だからコミュニケーションは英語だったってこと？そうだね。うん。で、週2、3回ぐらいかな。うん。そう。で、その時も自分で、やっぱレジュメをひたすら配ったんだけど、うん。ダメだった。そこしか来なかった。まあでも、こんだけ配って1個から来たらいい方でしょ。ね。あと、コーチをその、なんだ、1年目とか、トニーや、その監督が持ってた個人のスクールがあって、うん、そこでちょっと稼がせてもらったり、うん、コーチで、うん、に外人の子にサッカー教えてたんだ。そうだね。うん。オーストラリア物価高いけど、まあ収入も高いしね。そうだね。しかも、高いって言っても、スーパーとかで済ませれば、まあ、そこまで上がらないと思う。外食したりなんか、うん。そういうのが高いだけで、自分で買って作ったりしたら、そんなかかんないよね。うん。娯楽も少ないしね。じゃあ、ビザについて、次。ビザ。ビザ。まあ、ビザ。ビザ。多分日本であんまビザ、俺も来る前ビザってなんかよく分かってなかったけど、うん、ビザについてちょっと聞いていこうかな。じゃあ、何ビザ？ 1 年目は何のビザでオーストラリアに来たか。ワーキングホリデーっていう。ホリデー。まあ、比較的簡単に取れる。うん。で、まあ、簡単に申請もできるんだよね。そう。日本語が。5万ぐらいだっけ？うん？ 5 万ぐらい払えば。うん。簡単にもう30分以内にビザが降りるっていうビザ。うん。で、1年間滞在できるんだよね。そう、1年間。うん、なるほどね。で、まあ、それで1年間。
自分でビザを取得して来て、うん、まあ、2年プレイしたから、もう1年はじゃあ何ビザだったの？学生だね。学生。学生ビザに変えたから、学校もちろん行かなきゃいけなくて、うん、で、3ヶ月は語学学校行って、うん、その3ヶ月は、ビジネススクール、うん、に行ったって感じか。サッカー、仕事、学校か、主に。うん、まあ2年目はもう仕事は本当に週2ぐらいしか。ちょこっとか。はい、そう、限られてきたからやっぱ時間が学校行って。サッカーの給料も上がったしね。あ、そうだね。そうだね、それはあるね。じゃあ、ちょっとここで一個。具体的な、はい。具体的に日本でどういうことをしてきたか。準備として。準備？うん。まあ、5月、語学でもいいし、何でも。とか、なんか、これはめっちゃした方がいいよ、みたいな。うん。っていうの、ある。例のケースで言うと、うん。まあ、サッカーもちろん、めちゃめちゃ本気。うん。それが一つでしょ。で、二つ目は、語学は、日常系会話は、多少話せるようにはしていきました。うん。まあ、これが欲しいとかね、あれがしたいとかね。そうだね。そうだね。で、3個目が、なんだ、プレイビデオ。ああ。1年前ぐらいから準備してたから。まあ、それは間違いなくあった方がいいね。なきゃ相手にされないね、ほぼ。あっても相手にされないのにね、最初は。本当だよね。うん。まあ、逆に太志の場合、それが良かったから、契約にできたっていう感じだもんね。俺もさ、YouTube に、俺のオーストラリア、の挑戦するときに実際に使用したプレイビデオみたいに載っけたんだ。嘘？うん、俺の YouTube アカウントに。いらないんだけど。何？それ。え、それ。ん？作るとき作ったの？作ったとき作ってたの？オーストラリアに。作った。だから、そうなんだ。大学生のときのプレイビデオ。だからもう4年前よく。ちょっと見てみよう、後で。うん。なんかそれだけ見たら、めちゃめちゃいい選手。マジで。そういうこと。うん。正直、俺もその、プレイビデオで結構最初のチームに気に入られたってのは、感覚的にはあったから、めっちゃ大事だと思う、プレイビデオ。うん。まあ、プレイビデオ作るのと、まあ、サッカーもちろん、しっかりコンディション整えるってのもそうだし、まあ、あとは語学、日常会話程度は、する。うん、語学はね、大事だと思う。間違いないね。逆に俺、語学全然過ぎて、なんかもう、うわーって感じだったから。マスターなのに？うん。いや、名前だけだから。そう。そう、名前だから。3つは確実にした方がいいね。うん。まあ、生活とかは正直知っといた方がいいけど、まあ、住んでみて慣れるもんね。1ヶ月も経ったら。そうだね。それよりかは、サッカーで挑戦してきてるっていうのを、まあ大前提で中心に置いたらそこの3つが大事になってくるか。うん。あのね、こっちのオーストラリア来る前から、うん。で、こっちで2年間、まあ約1年半いて、うん。この、サッカーを、まあまだ県一部でやってると思うんだけど、うん。でもやっぱり仕事ありきで社会人サッカーっていう生活スタイルになると思うんだけど、うん。なんかその、こう、気持ちの変化というか、うん。なんかめっちゃ抽象的な質問になっちゃうんだけど、こう、来る前、うん、来てる間、今のこう、なんていう、こう、自分のキャリアの気持ちの変化、キャリア的な仕事の気持ちの変化みたいなのとか、ちょっと聞かせてほしい、うん。これからどうしていきたい。うん。なんか、多分これ、オーストラリアの2年目ぐらいから、うん、俺、なんでサッカーしてんだろうって思ったときに、うん、なんか、自分のプレーとかサッカーが、うん、人のためになるものであればいいなと思って、うん、そういう気持ちが今もあって、うん、今は、この地元のクラブで、まずは関東リーグの2部に上げるっていう目標があって、で、うん、で仕事でスポンサー
さんとかと関わる機会が多いんだけど、うん、まあ、結構応援してくださる地域の方も多くて、うん、でそういう人たちのためになんか頑張ってる選手もいっぱいいて、このカーザ、うん、カーザって言うんだけど、うん、でそれってなんか今まではずっとこうプロになって自分がのし上がっていくことが全てだみたいな考えで、うん、まあ、おそらく1年目ぐらいまでいたんだけど、うん、年目に入ってからなんかいろんな、まあ、クラブの監督とか、うん、サポーターとかとの出会いがあって、で、まあ、結構観客も見に来てくれるクラブだったから、うん、そのオーストラリアの時は、うん、で自分のプレーをすごい評価してくれるサポーターとか子供たちとかのためになんかプレーするっていいなと思って、うん、今はなんかそういうサッカーしてるって感じかな。うん、なるほどね。抽象的かもしれない。うん、まあでもわかるよ、サッカーに対するそのサッカーをやってる意味みたいなのが、まあ、だんだん変わってったって感じだもんね。そう、なんか 誰かのなんかかっこいい言い方になっちゃうかもしれないけど。あ、いいよ、誰かのためにやってるっすかな、今、サッカーは。うん。自分のためにプレーしたのが誰かのために変わったみたいな。あ、もちろんそう、やってるのは楽しいし、結局ね。うん、まあ、もちろん。プレーするの大好きだから、自分のためでもあるんだけど。うん。プラス誰かのためにでもある。こんな感じで。終わり？え、一応、もっと話したい。なんかこれ話したいみたいな。言いたいこと？うん、あったら。あー、なんだろう、さっきはこう外にベクトル向けてるとか言ったけど、うん、結構なんか海外に挑戦する人って環境変わるからさ、うん、言い訳を外に作りがちじゃん。例えば、うん、うん、ランド悪いとか、うん、なるほどね、こいつはパス出してくれないとか。あー、なるほど。まあ、カテゴリー上がればそういう選手はいないんだろうけど、うん、そこをこう逆に自分の方にベクトル向けて自分が変わっていけるかがすごい大事だと思いますね。まあそうだね、間違いないね。よく聞くしね、こっちでも契約できなかった選手とかこうだったこうだったって。そうそうそう、っていうよりはやっぱ自分がこうだったからダメだったとか、じゃあ次こうしてみようとか、もうこっちのオーストラリアとか、まあ、俺らでいうオーストラリアの環境自体は変えれないからね。その中で自分がやっていくしかないから、うん。そうだね。そこに早く溶け込むっていうか、こう、慣れて、うん、その中で、こう、生きていけるのを見つけ出すのが大事だよね。うん、文句言っててもね、始まんないしね。あと一つだけ言えるのは、うん。やっぱ、勝ちは最高だね。